聞こえたものそれは私がまだ東京で大学生だった時お盆の夜に起こったこと実家に帰るとお盆ということもあって久々に会う親戚の人もいたその中で妹のように接していたいとこの恵子がデジカメを持ってきていたらしく 久々に親戚が揃った記念ということで動画を撮り始めた。お酒が入っていたこともあって、最初はみんな浮かれていたが、急にデジカメの調子が悪くなった頃から、雰囲気は変わり始めた。稽古は、音声は撮れてるけど、映像が撮れない。と、デジカメの調子を訴えたのだ。 新品なのにおかしいと騒ぐので、私と稽古の父がデジカメの様子を見た。稽古の言う通り映像は撮れていなく、真っ暗で音声のみが再生された。でも、その音声には少しおかしな点があってノイズが走っているのだ。機械関係には詳しくないが、 そんな激しい動きで撮っているわけでもないのにノイズが走るのはおかしい。ましてや新品だ。二度目の再生の時、私はノイズ以外のおかしな点にはっきりと気づいてしまったが、この場の雰囲気を壊したくなくて黙っていた。他の親戚は、お前が機械うんちだからだろ、と茶化していたが、 私の異変に気づいた母は稽古のデジカメを取り上げ、先ほどの音声のみの動画を再生し始めた。どうやら母も気づいたらしく、ノイズ以外にも何か聞こえる、と漏らしてしまった。私は閉まったと思ったが、時すでに遅く、その場は静かになってしまった。 茶化していた親戚も興味が湧いたようで、その場にいた全員で動画を視聴したが、私と母以外はノイズ以外のことに気づかなかった。稽古一家以外の親戚は、酔いが冷めてしまったと言って、半ば気味悪がるように近所の居酒屋に向かってしまった。家に残ったのは、 私の家族と稽古一家。そして問題のデジカメ。母は雰囲気を壊してしまったことに責任を感じたようで、私は、私も聞こえたよ。お母さんだけじゃない。とフォローした。その時になって、私は母には霊感があることを思い出した。 母は幼い頃から見ていたらしく特に病んでいたというわけではないが時折見えない何かを感じていたようだった「もしかして」と思っていたところ祖母が「何か聞こえたのか?」と問い詰めてきた母は「男の人の声掃除とか言ってた」と答えた 掃除という突拍子もないキーワードにその場にいた母以外全員が首をかしげた。そんな中、祖母は何かを思い出したように言った。父さんの部屋の掃除をまだしてなかったね。と。祖母の言う父さんとは、私で言う祖父。 私含め親戚が集まるのが思った以上に早く実家の部屋すべて掃除し終えていなかったそうだその部屋の中には祖父の部屋も入っていた「もしかしたら父さんが来たから掃除してほしいと言ったのかもね」と言った祖母は夜にもかかわらず祖父の部屋を掃除しようと言い出した 何もしないより、だったらいいだろうということで、家に残っていた全員で祖父の部屋を掃除した。掃除を終える頃には居酒屋に行ってた親戚も帰ってきていて、問題となっていたデジカメのことなんて忘れているようだった。またここで飲み直すぞというほどで、私の家族と稽古一家も交えて再び飲み会となった。 母が笑顔を取り戻してくれたことはよかったが、いまだに私の心の中は晴れなかった。母が聞こえたものと私が聞こえたものが違ったからだ。稽古に、あのデジカメ、本当に新品なのと軽いノリで聞いた。お酒が入っていたこともあって、 稽古は特に身構えることなく、新品だよ、と答えてくれた。あ、でも、このデジカメ、駅のホームに落としたことあるんだよね。その時に電源入ったみたいで、変な写真撮れちゃったみたいでさ、と笑っていった。その時、先ほどの動画がよぎって、 私は自分でも気持ち悪いくらい鳥肌が立っていた私が聞こえたのは人の叫び声と電車みたいな音そして何か潰れる音そして一瞬だけ映し出された人の目元稽古に落とした壁の場所を聞くと そこは自殺する場所として有名な駅。地方育ちの自分でも噂として聞き覚えがあった。稽古にそのデジカメをお払いしてもらうように言ったが、さほど気にしていないようで、その時は適当にあしらわれた。だが、翌週、稽古の気が変わったらしく、結局お払いに行った。 なぜ言ったのかは教えてくれなかったが、その時の稽古は、にらんでくる、と言葉を繰り返すだけだった。あの時、母は場の空気を変えようと嘘で祖父のことを言ったのか、それとも本当のことか。稽古の心変わりの理由、もろもろ不明だが足を踏み込まないことにした。 その後の稽古含め稽古一家はお盆になっても来ることはない。